大会には県内の警察署などから男女合わせておよそ160人の選手が出場しました。最年長の60歳で出場したのは警視庁で県警総務部の増田正明部長です。20代の若手警察官と対戦しました。結果は引き分け。久しぶりの出場だったという増田部長はいい意味で緊張感があったと話しました。会場には仲間を後押しする声援が響きました。練習の成果を遺憾なく発揮できるよう今回の大会に臨みたいと思います。相手との1対1の戦いの中で得られる気力、体力を警察官の職務に生かしていきたいと思います。幅広い年齢の剣士たちが激しい戦いを繰り広げていました。